はい、じゃあ次ですね。白黒猫ですね。重いものを肩で背負うと身長伸びなくなるって本当ですかってこと。で、これに関して言うと、これもそんなに大きな影響はないと思います。ただし、重いものを持つことを推奨するかっていうと、そういったことでもないというふうに思います。ものすごい強い体力を加えるというか、強制を加えると、確かにある程度抑制される、といったような、強制されたような形になる。例えばですけど、側腕症の人だったら、側腕のコルセットを作るっていうのは、それに対して期待を持ってやってるわけですので、そういったような何かしらの外力が働くと、その方向にある程度は影響があるというふうに考えられると思います。ただし一方で、いわゆる日常生活なんですね、リュックを背負うだとかバッグを持つだとか買い物袋を持つだとかそういったようなレベルで身長に影響を与えるかというと、それはあまり関係ないのではないかというふうに考えられたりもします。はい、ね、参考になりますでしょうかね。で、それではちょっとね、この君の卵になりたいさんの170人いくかっていうのと、あとモデルを目指しているこの165人いくかっていうのをね、最後に一緒にまた見ていきますので、次がですね、先生が知っている驚いた成長記録を教えてください。これもちょっと一緒に、ね、私の普段使っている成長シートですね、使いながら説明していきたいと思います。それでは皆さん移動しましょう。ビヨーン。はい、じゃあそれではですね、表を使いながら実際に、君のね卵になりたいさんが170人いくかどうかね、一緒に見ていきたいと思います。この表は、なんとなくね、皆さんイメージ湧いてるかと思うんですけど、14歳の方で例えばね163センチ、ちょっとこう赤字にしちゃうかな、赤字にしてたらこういうお子さんがいらっしゃったとしたら、日本人の平均的にその子が身長伸びたら、その子は最終的に171センチになる。で、そういったようなグラフになります。この部分ですね。なので、これを使うと、大体ですけども、そのお子さんが1000万何センチになるかがわかります。それで早速ですけど、そのね、君の卵になりたいさんの身長で一緒に見ていきましょう。まずは12歳ですね。12歳で 145.5 センチということで、ここになりますね。例えば、ここでちょっと赤字にしますけど、この時点、このデータだけを見ると、このお子さんは将来 168.5 になるっていうのはね、そういったことが、ここもじゃあ赤色にしちゃおうかな。よいしょ。で、まず一つ目の予想はそこですね。じゃあ次が、13歳。その時に155センチだというふうに書いてあります。そうすると、ここになりますね。こうやって見てみると、実際ここは、いわゆる狭い、ほとんど平均的に身長伸びた、もしくは、やや平均よりも少しですね、身長伸びが他の方に少し良かったっていうような表現ができています。例えば、ここを155をそのままスクロールしていって見てみると、169.8 が最終身長の予測になってまいります。こんな感じで見ていきましょう。次ですね、14歳5ヶ月。ここで14歳5ヶ月。ほとんど14歳6ヶ月に近いかな。そこがですね、160センチっていうような形なので、ここにプロットされます。こうやって上の表とですね、比べてみると、ここがですね、ぐーっと一回上がって、そして下がってきてるのがわかります。で、ここの下にスクロールしていくと、167.3センチ。なので、今のところですね、3つプロットすると、ここら辺の予測になってくることがわかります。それと、最後ですね、14歳8ヶ月。で、ってことですけど、14歳8ヶ月で162になってくるので、14歳9ヶ月っていう面で見ると、162よりちょっと高いことを予想されるので、そうすると、ここら辺に該当してきますよね。そうすると、やはりここで下にスクロールしていっても、ここ、167から 168.5 あたりが妥当なラインかなと。高く見積もれば 169.8 っていうような表現ができるので、今回の予測は大体ね、こういったような、167.3 から 169.8 っていうような表現になってくると思います。なので、170センチね、絶対目指せないってわけではないので、ぜひね、頑張っていただいて、170センチをね、超えていただきたいと思います。以上です。はい、今ね、男性の方のね、予測をしたんですけれども、今度はですね、女性で、小学校6年生でモデルをね、出してる方ですね、たっちゃんさんですね。現在154センチで、小5から生理が始まり、そこからあんまり伸びてらっしゃらないということで、目標165センチってことでね、結構高いんですけども、ちょっとね、その子もですね、同じようにして、この表でですね、どれくらいのところに今いらっしゃるかとね、見ていきたいと思います。あとは、この子の場合です。現在は11歳と7ヶ月なので、ほとんど11歳6ヶ月のペースですね。で、154なので、高いですね。こうやって見るとね。ここら辺かなって感じですね。ちょっと赤い線で引いちゃおうかな。よいしょ。赤くしちゃうと、そうだね。11歳7ヶ月で150。ここら辺で合ってますね。じゃあ、ついでに黄色くもしちゃいますね。わかりやすくね。例えば、ここのデータだけですね。ここのデータだけを見てみると、その下にスクロールしますよ。スクロールすると、
164.3cm のペースになります。つまりは、今もし仮に日本人、非常に平均的な身長伸びをですね、されてらっしゃるというふうに予測をするならば、現在の予測は 164.3 というような形になります。これに対して、まあ、過去のですね、成長の記録をどういうふうに、この表に当てはめてみて、ちょっとどういうふうにね、考えるかと一緒に考えていきたいと思います。次が、例えばですけど、9歳7ヶ月。まあ、9歳7ヶ月。まあ、9歳ほとんど6ヶ月ですね。140センチと見てみると、まあ、ここに該当してきますね。これもま、大体似たようなデータになっておりますね。こことここで同じ列に入ってますので、ここの時点ですと、ですね、まあ、ここ、163ぐらいと表現ができます。もう一個別のデータは、10歳7ヶ月のデータがありますね。もうちょっと一緒に見てみましょう。まあ、ほとんど10歳6ヶ月のような感じですけども、ここの時149センチということで、ここを見てみると、ここに該当してますね。ちょっと、これを見てみると、ここは一回上がってですね、上がって、ちょっと一回落ち着いてきているようなことが、可能性としては、ね、あるかなというふうに考えられます。で、ここのですね、まあ、質問の内容として、まあ、いわゆる生理、思春期症状が出てきてしまって、っていうことをね、お話が書いてあるんですけど、確かにこれを見させていただいても、ちょっとこの前のデータが、例えばこういうふうに、ここら辺で推移してて、ここでグッと上がってくると、これが、ね、いわゆる思春期がグッとね、早く進んでるっていうのはね、そこから分かっちゃうんですけども、ちょっとね、分かりにくいから、今日はかなりね、コアな内容の動画になるかなと思うんだけど、面白い人にとってね、かなり面白いというふうに思ってもらえるんじゃないかと思うんですけど、どうでしょうかね。まあ、このね、お母さんとお父さん身長が、まあ、173と 159.7 ってことなので、まあ、例えばですけども、まあ、それもね、こうやって一緒に計算しちゃうと、よいしょ。173センチのお父さんと、159センチのお母さん。159.5 がこの子のですね、遺伝的に持ってる身長になってくるので、基本的には、ここにですね、こういうふうにあったら、ここからまあ遺伝的にはですね、遺伝的にはこっちの、ここに向かってくるんですね、ここにね。なので、まあ確かにおそらくだけど成長がですね、ある程度早く来た可能性があります。あと女性の場合に関して言うと、思春期症状が出てから最終身長に迎えるまでのスピード感というのが男性よりも、ね、明らかに速くなってきますので、確かにここからですね、こっちの方向に向かいがちなのは、まあ、否めないのかなというふうに推定されます。ただですね、まあそれだけではないと思うんですけど、はい。ということで、まあ、今回165を目指すってことなんだけど、165の場合だと、今のラインの中と、10歳6ヶ月の時に叩き出した、ここのラインですね。ここのラインだと165のペースなので、このラインにですね、もう一回どうやってやったら持っていけるかってところですね。ポイントになってまいります。はい。参考になればね、幸いです。それでは最後ですね、近藤水産のね、先生がしてる驚いた成長記録を教えてください。成長記録ね、まあ見ていただいた通りなんですけど、まあちょっとさっきのね、やつと戻して、これでなんとなくのお話をね、させていただきたいんですけど、例えば高校生ぐらいで驚くってどれくらいのことかというと、例えば15歳、ジャストでこう171センチみたいなね、そういうお子さんがもし仮にね、いらっしゃったとしますよ、こういうふうにね。15歳の時に171センチ。皆さんがね、まあ、期待してるのは、いわゆる身長がめちゃくちゃ伸びるような、オリンピック的な記録はどんなんですかってね、そういったようなイメージになってくると思うんですけど、例えば15歳で171センチのお子様というのはですね、こうやって見ていくと、最終的に 174.5 になるわけですね。なので、その子が 174.5 になれば、一番驚かない数字っていう表現ですね。例えばその子が176ぐらいだとちょっと驚く。178だと、おお結構伸びたね、っていうような、そういったような表現になってきますので、まあ、大体なんですけど、一コマぐらいまでは全然誤差があり得ます。ただ二コマぐらいになってくると、結構もうこの15歳ぐらいになってくると、かなり終盤になってくるので、二コマずらすだけでも、結構驚くなっていう感じ。例えば15歳の時点で171センチのお子さんが最終的に178ぐらいになってくると、もう十分驚きます。例えば15歳171のお子さんが180ね、こういったペースになってくると、もうそれはしっかり驚きますね。だからこれは本当ここからここ来るとなると相当ですね、まあ身長はかなり踊るペースでこの間伸びてらっしゃったのかな、というようなことが推定されます。例えばこれがですね、さらにここ184のペースね、こんなところまで来るような場合だと、もうそれはね、もうお下劣スーパー驚き、にゃんにゃん驚きスーパー驚きみたいな感じで、もうありえないでしょっていうぐらいのペースかなので、まあここからここぐらいですね、もう僕のマス目で言うと、1、2、3、4、5、6マスもね、ずれれば、それはね、もうありえないぐらいスーパー身長が伸びてるっていうような表現ができるかなというふうに思います。身長ビヨン
ってことですね。まあちょっとね、お話をね、してみたんですけど、いかがだったでしょうか。で、今回ですね、まあ結構は積極的にですね、成長シートをみんなと共覧してやってみました。まあ実際はですね、あんな感じで私はですね、常にこう、日本人の平均に対してどうなのか、それと、あとは両親の身長に対してどうなのかっていうところと、あとはまあそれをご覧いただければ、レントゲンとか撮影させていただくと、成長が早ければ、まあちょっと左の方にシフトしていきますし、成長が遅ければ右の方にシフトしていく。あとはですね、まあ採血をさせていただくと、その左にどれくらいシフトするのか、どれくらい右にシフトするかっていうのはですね、ある程度予測がつけられますので、まあそういったね、形でやっているというのがね、まあ紹介できたかなと思いますので、まあ参考になればというふうに思っております。はい。お疲れ様です。参考になりましたでしょうか。で、次回はですね、ついにですけど、まあね、無料最終身長予測の方をやっていきたいと思います。ぜひですね、チャンネル登録をしてお待ちください。身長ビヨーン、バイバーイ。